こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はサッカーコロンビア代表、フランク・サルアについてです。以下引用。6月10日、AFP、サッカー、ダブルーファイロシア大会に臨むコロンビア代表は9日、左 SB のフランク・サルアが膝の重傷でチームから離脱したことを発表した。初めてのダブルーファイ出場を目指していたサルアだが、チームがロシア入りする直前で無念の離脱となった。アルゼンチン一部リーグのボカジュニアーズでプレーするサブラは、イタリア国内で言っていた練習中に負傷。コロンビアサッカー連盟の発表によれば全十字靭帯、断気での重傷で、専門家によれば復帰までは4ヶ月から6ヶ月かかるという。サブラは自身のインスタグラムで、戦い、懸命に努力して、治療を目指したが、僕の心は粉々に砕けた、と失意に沈んだ。その後チームは、サブラに代わるメンバーを発表し、予想通り、パラグアイのオリンピア・アスンシオンに所属するサリ・ロリアスが予備登録メンバーから追加招集された。グループ H に入っているコロンビアは、19日のチーム初戦で、日本とサランスクへ対戦。その後ポーランド、セネガルと顔を合わせる。AFP。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。